まさか野球のニトリ西浦です。今回 C20 を続きやっていきます。フランス人縛り企画ですね。順位は7位でフィニッシュしました。こんなもんでしょうって感じです。ユースの選手はとりあえずは上に上げてないです。来季上げて育てる方針でやっていく感じです。結構いろんな選手いるんですけど、ちょっとキーパーが多いかなって印象はあります。冬の移籍がこんな感じです。このラスパルマスから、ドゥクイディを取って、トゥールーズからマウィッサで、モナコからウアタラ、わかんないですね。読み方わかんないですけど、この3人取ったって感じで、夏に向けて放出する選手たちが何人かいるって感じです。これでやっとフランス人だけになりますね。成績から見ていきますか。成績中はこの、アルナウドをユースから上げたんですけど、ステータスが全然ないってことで放出候補ですね。で、このマビッサはポテンシャルが高い。で、メウピオもポテンシャルが高い。この選手も上げたんですけど、ステータスなし。で、あとは、これもね、終わったら、もうポテンシャルが高いで、ンドゥクディも、ポテンシャルが高い。で、イーサン・エムバペ6ゴール2アシスト、結構頑張りましたね、ポテンシャルが高い。はいないかなーって感じですね。来季は、もうフランス人だけになるんで、フリーの選手取ったり、ユースの選手上げたりしてって感じですね。ユースの選手上げていきましょう。このボウチャード。で、このマス。ローヤ。このメンバーですかね。がちょっと一旦保留で。で、コーチも今8人星5がいて、で、埋まってるって感じになりました。来季はちょっとポジション見て調整していきたいと思います。移籍期間完了しました。既存の選手たちを放出したり、またユースで上げてきた選手が、今一覧選手は放出したって感じ。デュエを取りました。期待の新星ですね。2300万ユーロで取りました。選手を、既存にいる選手を出したりして、あとは逆にフリーで引っ張ってきてお金を稼ぐっていう動きを取ったって感じですね。で、あぶれた選手たちは冬に出てく選手もいます。で、現状のメンバーはこんな感じで、スタメンの選手は基本全員何かしらあります。マーソンがポテンシャル高い。ロイヤーポテンシャル高い。ウィッサポテンシャル高い。メウピオウポテンシャル高い。マス一流。ウタラがポテンシャル高い。ドゥクイディがポテンシャル高い。ボウチャードがポテンシャル高い。ムバッペ、ポテンシャル高い。
で、デュエポテンシャル高い。で、ボニーもポテンシャル高いと。こんな感じになっています。ニュースはこんな感じですね。またこれを厳選して来期昇格させるイメージですね。まあ放出したがってますって言えば、冬に出したりする選、冬に昇格させる選手も中にはいるかなって感じです。今回の動画は以上となります。バイバイ。終わり。